皆さんどうもこんにちは、リムと申します。本日もよろしくお願いいたします。ということで今回はまたボスがやってくれました。よろしく。はい、散財します。今流行りのやつじゃん。はい、買ってみたよ。もっとこういうやつじゃないかこういうこういうやつなんだ。やないよ一応今回はこのピンクの箱、ノースフェイスグッチが3つ、はい、言っても3つあるからね。買い増ししちゃった。あ、そう。はい、いや実はさ、うん、この間ちょっと名古屋に行くことがあって。そうよね。そうそう、その日にたまたま歩いてたらグッチがあって、路面店が、はいはい、入ってみたの、うん、俺久しく都内のお店しか見てないからさでももう1階のほうがど真ん中のこのノースで、へー、でやっぱりロープ張られて、あ、外側は見えるけど予約制だったからちょっと商品触ってこれなかったんだけど、うん、一応一周動物園的にこうぐるっとね見るだけ見て、でなんか DIY のあの、はい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 、イベントもちょうどやってたから、うん、プロファイルがもうほとんどなくて。逆にね。そうそうそう。でもね、アリアのやつとかもちょっとあってね、結構かっこいいニットとかもあって、あ、かっこよかったけどやっぱノースはそのダウンとかさ、はいはい、ジャージとか、うん、アイテム数自体はあってサイズはほとんどないって言ってた。でもスタッフの方はね、もうほとんど売れちゃってないって言ってたけど、あ、意外と物あるなと。そうだね。だから僕実はその買い増ししたっていうのも、うん、1週間ちょい経ってからかな、うん、あの横浜のそごうの中に行ってるグッチがあるんですけど、うんうん、そこに、まあ、別に何の気もなしにフラッと、うん、まあもしかしたら何かあるかもなみたいなので入ってって、はいはいはい、うん、まあ本当あのジャンボ GG とか見たことないんですけど、俺も見ていったでしょあれよかった、ね、あれいいよね、うん、なんて、あ、やっぱいいななんて思って見てたら、うん、全然ハッカーは山ほどあるし、うん、ノースフェイスは山ほどあるし、うんうんうん、なんだ全然慌てんでよかったじゃん。そう、100のバッグとかも行った店舗もあって、ああ、ありましたね。そうそうそう、ウェアも結構100のやつあったし、ね、意外とあるなと思って。そう、まあ、そんな簡単に売れないよね。いやー、やっぱ言うてもね。そうそうそう、そう、そんな中ちょっとボスのこのノースのやつ買ってきたってことでちょっと紹介していこうと思います。はい、それでは紹介していこうと思います。 T シャツ 4T、 はい、まだもったいぶってるけど、袋サンダルですか。そうです、触った感触はね、はい、これちょっと後でいきましょう。まず T シャツからいきますか。はい、あの噂のね、一番ベーシックなやつかと思いきや、何これ、にゃんこがいいな、もうこれが買った決め手です。どういうことこれ、何、猫、わかりません猫好きなんじゃないですか、グッチ。あ、そう、だってほら、僕アウトレットでこの間買ったやつもモチーフ猫じゃないですか。あ、まあまあまあ、これ金の子だけどね。あなたは動物じゃないでしょそうそう、え、これいくら T シャツ、T シャツが、うん、7万くらい、結構するね意外と。2万円ってこと。嘘だったらごめんなさい、6万円台かもしれない本当、どっち、後でちゃんと入れときます。で逆にロン T はこれが買い足したやつか。そう、これが8万定価です。3000から5000の間ぐらいだと、税込み。これ色はいいね。そうで、僕は本当はオンラインの赤白が欲しかったんですよ、オンライン限定の。あ、コンビが。そう、うんうん、ただオンラインで S と M しか表記が出てこなくて、うん、そんなことある、こんなすぐ見たのに、うん、と思って、で実際今回買ったのも M なんですけど、うんうん、かなりオーバーサイズなんですよこれ。確かに、そら表記もともと SM しかねえわと思って。 XL ぐらい、 XL ぐらいはあるね、だったらそっち買っとけばよかったよっていう感じではあるんですけど、まあそれもね。でもこのオーバーサイズは想像できないな。いや、どっちのオーバーサイズ、最近ほとんどみんなオーバーサイズって書いてあるから。そうで、今回表記がなかったんですよ、何にも。なるほどね。だからレギュラーだと思ったんで小さいんだろうと思ってたんですけど、うんうん、でもノースフェイスだからそんなことはなかったっていう。もうこれはレイカーズカラーなんでいいやと思って。レイカーズ黄色だけどね。それ黄色じゃん。オレンジだけどね。黄色だよ。オレンジ。許さん。いやでもこれは結構可愛いと思う。そう。うん、これはね単品で着ていいかなと思って、うん。これはなかなか
猫が気になってしまったわけ、うん、それは猫があるから買ったんです。あ、そう、まあこの時期に T シャツかよっていう感じではあるんですけど、まあ、いなかったら前の、この、一番最初のもそうそう、ね、で今回もその前回のやつ売ってたんですけど、うんうん、あのそれと同じので、で T シャツも色によってその猫の配置が変わってたりとかするので、なるほどね、まあ一番アウトドアブランドっぽい色かなと。まあ色はいいね、うん、持ってないし、ね、うん、確かにね、そうっすか、はい、でこれですよ、はい、かわいいよね、袋かわいい、初めですよ、はい、あの特殊な袋のやつ、ね、足元のもの入ってるよ、もう一枚バックインバック、高いやつ入ってるんだ、的漁しかはそうなってんだね、そうそう、ああああって言ったことなに、もう正直持った瞬間にさ、うん、ああサンダルかと思ったんだけど、うん、思ったよりいいでしょ、うん、これいいじゃん、これこれいいでしょ、うん、これはいいと思う、そう、これだから買ったんです、生地ちゃんと GG キャンバスなので、うん、いやこれはいいじゃんでしょ、うん、いくらこれ、これね7万円、いや、これ7万だったらバリーだと思う、そう、あのほら、普通のゴム系のやつでも5、6万でしたっけ、うん、今、プロパーで、うん、って考えると、うん、デジキャンバスのそのタイプってあんまないじゃないですか、このノースフェイスのね、そう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 、で、しかも色もないタイプのノースフェイスの表記なんで、うん、いいじゃん、これはね、そう、一番これ、もしくはこれと同じ配色の、もらうんじゃん、これ、おいもらうんじゃん、これブーツもあったんですけど、うん、マウンテンブーツ、うん、いやー、さすがに履かないでマウンテンブーツ17枚は買えないなと思って、ーブーツ17か、はい、まあ、え、まあ、GG キャンバスで、まあ、も同じ、へー、いや、これ配色かわいいよ、このオレンジの、うん、そうなんです、今回その基本的にその GG キャンバスにオレンジっていうのがメインカラーで、ただくっそ重い、あ、そう、お、これびっくりするぐらい重いでしょ、何このトレーニング器具そうそう、足鍛えちゃう感じの、まあ脱げなくていいかなとは思うけどね、軽くてスポンって飛んでっちゃうよりは、でもこれはいいよ、これいい買い物だと思います、そう、これはね、良かったと思って、今日のだって俺の格好にぴったりじゃん、そうだね、うん、そうだけどやらねえよ、くれよ、買えるよ、まあいいよ、お金ないからそう、で、こんなことやってバリバリ買ってたら、はい、これ店頭でもらったんでしょ、そうな、これはあの最後に総合でロンティ買った時にノベルティを、まあ、ノースはね、これ関係ないけど、単純に買った人に言ったことだよね、多分ね、100周年の記念だと思うんですけど、珍しく缶バッジなんてあんまないもんね、はい、かわいい、これでしょ、ちょうだい、やらねえこれ金使ってるからこんだけもらえんだよ、いろいろあ、総合強いと視聴者のネームするから頑張って散財してんだよ、こっちは、これはいいよ、これいい、そうそう、かわいい、これはね、ちょっと予想外でした、うん、うん、見たことない、うん、まあ、本当はよくあるのかどうか知らないけど、うん、でもあんまないよね、缶バッジないと思うんだよ ね、オンラインでもね、なかなかそういうのってついてこなかったりするんで、うん、いや、なんかそう、正直に言うとさ、うん、俺が見たのは、うん、なんか背中にプリントの入ったダウンとかで、あ、いらねえなこれって正直思ったの、あの山の絵描いてあるやつでしょ、ジャージマン値段も分かんないけど、うん、なんかそういうのがなんとなくその目についたから、はいはいはい、あ、第2弾だとそんだけ振り幅振っちゃうんだと思って、そう、今回はあれがメインなのかな、ノースフェイス側のアイデンティティとしては、いや本当に予算があってね、バリバリ買える人たちにしてみたら2着目3着目としてはいいと思うけど、けど現実的なところで言うと、うん、まあどうせだったら、うん、その一周回ってっておかしいけど、うん、
結局この辺のベタなやつでいいかなって買うんだったらね。そう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 、中でもこのサンダルはいや、いい、ちょうどいい組み合わせだと思った。で、多分サンダルで皆さんが目がいったのは、うん、あのファーがついてる、あ、そうそう、もこもこなやつ、高いよなんで、あれはちょっと、だからあれ13万円じゃなかったかな。そうそう、あれも可愛かったなと思ったけど、でも現実的にはこれ撮ったら、シーズン買わないからね。そうそうそう、使えるし、いいと思う。ソックスとか履いても合いそうだし。そう、で僕はあの綺麗めの方のそのキャンバスのやつは持ってるんで、うんうんうん、まあちょうどいいかなと思って、気軽にカジュアルの方で履けるサンダルと思って、いや、いいと思います。はい、結局ね、まあダウンとかは別にまあその負け惜しみでも買えないっていうのもありますけど、うん、まあ実際着ないじゃないですか、うん、そこまで分厚いダウンって何度もね、うん、あの動画でお話しさせていただいてますけど、そうそう、だからね、いいの、俺たちはこういう実用品、そうだからまあなんとなくね、せっかくコラボもしてるし、うん、まあちょっと変わっててグッチらしさもどっちかというと全開な方のものでっていうので、うん、まあ、ちょっと選んでみて、まあ遊びの中ではそのロンティーは一番ちょっとグッチっぽくないというか、うん、そうだね、まあ配色がグッチっぽいのかな、今時の80年代ストリートでもう本当古着って感じ、そう、うん、っていうのでまあ使いやすいかなっていう、いや、いいと思いました。そう、服は僕は着てなんぼだと思ってるんで、まあ、靴なんですけど、はい、ということで他のチャンネルほどね、はい、数百万だったわけじゃないけど、ベストがだーっていうないけど、でも結構意外と現実的で、そう、楽しめるアイテムあるよってことでご紹介を、よそのチャンネルさんがあんまり紹介してないようなものは ね、皆さんが実用的に手に取っていただきやすいものを同じような目線で買ってますよってものは見ていただけたんじゃないかなって、うん、はい、まあ、こんな感じで、まあ、ボスはねバリバリ散財してくれるんで、でまだ多分一部店舗で根気よく通っていただけると入ってきたりとかするみたいなんで、店舗間で持ち回りとかやってるみたいなんで、なるほど、気になる方はまだちょっと諦めずに、現物も結構見れたりとか、ダウンとかもまだあの G 字柄のダウンはなかったけど、うん、あの他のダウンとかはあったりしたんで、うん、まあそんなことらしいんで、ぜひ気になる方はね、ちょっと店頭も見ていただきながら、はい、こちらのチャンネルもチャンネル登録していただいて、どうだお願いしますいただけたらなと思います。はい、ということで最後までね、ご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。